今日のイカれた偉人は小説家国木田どっぽ。代表作には牛肉とバレー書、相手通信などがあります。雑誌婦人画報の創刊者でもあるどっぽは26歳の時、当時仲の良かった田山と共に密航に滞在していました。滞在中にどっぽは処女作を書くと宣言するが、全く書こうとしませんでした。小説を書くどころか、日中は田山と二人で小説を読み合ったり、分断の悪口を言ったり、好きな子の話をしたり、野良猫を追いかけたり、一緒にお風呂に入ったり、もうずっと二人でイチャイチャしていました。田山が小説進んでると聞くと、どっぽは今日も一日考えた、君から見たら怠けているように見えるが、考えている時間も書いているのと同じだから、だそうです。結局最後の10日でなんとか書き上げました。皆さん、夏休みの宿題は早めに終わらせましょうね。ではまた。